ナンバー・アンダーライン・アイの三人が語る真実、ファンが知らない壮絶な舞台裏。解散から再起へ、平野章、神宮寺優太岩優太の挑戦と絆の物語。ナンバー・アンダーライン・アイというユニットが誕生するまでの道のりは、単なる偶然や一時の気まぐれではなく、平野章、神宮寺優太岸優太という三人の強い絆と共通の夢によって築かれたものでした。 これまでの彼らの歩みを振り返りながら、その結成の背景や現在の活動について詳しく見ていきましょう。平野翔が目指していたのは、デビュー当初からの海外進出でした。彼は常に高い目標を掲げ、そのために必要な努力を惜しまず続けてきました。しかし、グループ内の方向性の違いにより、平野と同じ夢を共有できるメンバーは限られていました。そんな中、 神宮寺ゆうタとガンゆタは彼のビジョンに共感し、共に新たなステージを目指す決意を固めました。この3人の結束は、単なる友情や仲間意識を超えた、深い信頼と理解に基づくものでした。彼らが以前所属していたグループ、キンプリ、キングプリンスでは、5人での活動が中心でした。キンプリのファンにとって、5人でのパフォーマンスは一つの完成形であり、 その時代の作品や雰囲気は多くの人々にとって特別なものでした。しかし、時間が経つにつれて、個々のメンバーが持つ夢や目標が明確になり、それぞれの道を歩む必要性が浮き彫りになりました。平野は海外志向を持ち続け、その夢を実現するための道を選びました。それを支持し共に進むことを決意したのが神宮寺と騎士だったのです。 三人がナンバーアンダーライン愛として新たなスタートを切った背景には単に新しいユニットを組むという以上の意義がありました。彼らは互いの強みを最大限に活かし新たな可能性を追求することを目指していました。それはただの音楽活動にとどまらずエンターテイメント全体において新しい風を巻き起こすという大きなビジョンに基づいています。平野が常に目指していたのは世界を舞台にした活動です。 彼のリーダーシップの下、神宮寺と騎士は彼のビジョンを共有し、その実現に向けて共に努力しています。この3人の絆は、ただの同僚や友人関係ではなく、まるで家族のような深い信頼関係に基づいています。彼らが互いを理解し、支え合う姿勢は、ファンにとっても感動的なものです。ナンバーアンダーライン愛としての活動が始まると、 彼らは瞬く間にその実力と魅力を発揮し始めました。彼らのパフォーマンスは単なるダンスや歌にとどまらず、視覚的にも感情的にも観客を魅了するものでした。平野のカリスマ性、神宮寺の繊細な表現力、騎士の安定感といった個々の特徴が見事に調和し、新たなエンターテイメントの形を作り出しています。また、3人のユニットとしての強みは、 彼らの中にある共通の夢や目標だけでなく、互いの弱点を補い合うことで、さらなる高みを目指すことができる点にもあります。例えば、平野のリーダーシップが前面に出る一方で、神宮寺の細やかな気配りや騎士の安定した実行力がグループ全体のバランスを保ち、より強固なチームワークを築いています。しかし、彼らの成功には、多くの試練や困難が伴いました。特に、 以前のグループでの活動が終わりを迎え、新たな道を選ぶ際には、多くのファンからの期待や批判もありました。彼らがどのようにそのプレッシャーに立ち向かい、乗り越えてきたのか、その過程は非常に興味深いものです。神宮寺は以前のグループでの経験を活かしつつ、新たな挑戦に対しても前向きな姿勢を崩さず、常に進化を続けています。彼のその姿勢は、 多くのファンに勇気と希望を与えています。また、騎士は持ち前の安定感と実力で、グループ全体を支え続けています。彼の存在は、ナンバーアンダーライン愛にとってなくてはならないものであり、その重要性はメンバー全員が認めています。彼らの絆は、単なるパフォーマンスだけでなく、日常生活においても強固です。互いに対する思いやりや理解が深まり、困難な時期も乗り越えてきました。 例えば、ツアー中のトラブルや体調不良など、様々な問題に直面した際にも、3人は常に助け合い、支え合ってきました。その姿は、ファンにとっても非常に感動的であり、多くの支持を集めています。一方で、ナンバーアンダーライン愛としての活動が順調に進む中で、以前のグループのメンバーやファンとの関係も大切にしています。平野、神宮寺、騎士は、 キンプリの他のメンバーとも良好な関係を保ち続けており、互いの活動を応援し合っています。このような姿勢は、彼らが単にプロフェッショナルなアーティストであるだけでなく、人間としても非常に魅力的であることを示しています。また、ナンバーアンダーライン愛としての活動を通じて、彼らは多くの新しいファンを獲得しています。彼らのパフォーマンスや人柄に魅了されたファンは、彼らの活動を熱心に応援し、 その成長を見守っています。特に彼らの SNS やインタビューを通じて見える素顔や思いに触れることで、さらに深い共感や愛情を感じるファンが増えています。このようにして築かれたナンバーアンダーライン愛の活動は、今後ますます多くの人々に影響を与え、エンターテイメントの世界に新たな風を吹き込むことでしょう。彼らの夢や目標はまだまだ達成されていない部分が多くありますが、 その実現に向けて一歩一歩着実に進んでいます。未来に向けた彼らのビジョンは、ただ単に成功を収めることではなく、多くの人々に感動や希望を与えることです。彼らのパフォーマンスや活動を通じて、人々が勇気や元気をもらい、自己実現に向けた一歩を踏み出すきっかけとなることを目指しています。そのために、彼らは常に努力を続け、自らを高め続けています。 そして、ナンバーアンダーライン愛としての活動が続く限り、彼らの夢や目標も進化し続けるでしょう。これからも多くの挑戦や困難が待ち受けているかもしれませんが、彼らはその全てを乗り越え、さらなる高みを目指していくことでしょう。ナンバーアンダーライン愛の3人が描く未来に期待する中で、私たちが見逃してはいけないのは、彼らがどのようにして現在の成功を手に入れたのかという点です。平野翔。章。 神宮寺勇太、元ガンそれぞれが持つ個々の才能と努力、そして彼らの間に存在する強固な絆が、彼らをここまで導いてきました。では、彼らの個々の歩みと、どのようにしてその絆が形成されてきたのかについて、さらに深く掘り下げてみましょう。まず、平野章は、そのカリスマ性とリーダーシップで常にグループの中心に立ち続けてきました。彼の海外志向は、幼少期からの夢であり、 その夢を実現するために多くの努力と犠牲を払ってきました。彼の情熱と決意は他のメンバーにも強い影響を与え、彼らの目標を一つにまとめる原動力となっています。平野のビジョンは明確であり、その道を進むために必要なものを見極め、実行に移す力は並外れたものです。次に、神宮寺優太は、その繊細な表現力と感受性で多くのファンを魅了しています。 彼はどんな困難な状況でも前向きに取り組み、その姿勢はグループ全体の士気を高める役割を果たしています。神宮寺の強みは平野のリーダーシップを支えつつ、自らの個性を存分に発揮するところにあります。彼の細やかな気配りや人とのコミュニケーション能力はグループの内外で重要な役割を果たしています。そして、騎士優太はその安定感と実行力で、 グループ全体を支え続けています。彼は常に冷静で、どんな状況でも適切な判断を下す力があります。騎士の存在は、グループの活動において不可欠なものであり、彼の実力と信頼性は他のメンバーにも安心感を与えています。彼の実直な性格と努力家の姿勢は、ファンだけでなく、他のメンバーにも大きな影響を与えています。 彼ら三人が共に活動する中で築かれた絆は単なる友情や同僚としての関係を超えたものでした。彼らは互いの強みを認め合い弱点を補い合うことでグループ全体としてのパフォーマンスを向上させてきました。例えばツアーやレコーディングの際には互いに助け合いながら最高の結果を追求しています。そのプロセスで培われた信頼関係は 彼らの活動において最も重要な基盤となっています。最後に、彼らの活動を通じて私たちが感じることは、どんな困難も乗り越えることができるという希望や、仲間と共に歩むことの大切さです。ナンバーアンダーライン愛の3人の絆は、私たちにとっても大きな励ましとなり、その存在はこれからも多くの人々にとって特別なものとなるでしょう。